バイクみたいになんかグリップがすごいねこれ。うん、めちゃくちゃいい。じゃあ元プロサッカー選手の宮柳です。今日はね、まあトレシューレビューやっていこうかなと思うんで、まあね、いつも自分がね使ってる、まあ今ちょっとスパイクじゃないんだけど、まあ、トレシューね、いろんなの使ってるから、まあそのね、僕が使ってるトレシューのね性能だったり、まあね、まあ僕はこういうとこ気を使って、トレシュー選んでるとか、まあ、使ってるとかっていうのを、まあ、説明したいと思うから、見てください。じゃあまあ今回紹介するトレーニングシューズはこちらです。ナイキファントムリアクト GT プロ TF です。これなんですよ、ね、かっこいいでしょ、ピンクと黒、ね、なんで僕これ選んだかというと、まあこれ結構僕ナイキさんねすごい使ってるんですよ、小さい時から。うん、小さい時からナイキさんやっぱ使ってて、まあティエンポとか、まあ昔でいうトータルズームとかね、ベイパーとかいろんな種類入ってきたけど、最近ねこのファントムベノムっていうね、まあ今この黄色のね、黄色の履いてるんだけど、これファントムベノムね、こういうベノムシリーズがもうすごい足にあってもう使ってるんだけど、まあこの、ファントム、まあ、ファントムの今回リアクトです、リアクトって新しく出たので、まあこれちょっと履いてみようかなと思って、選んでみましたね。でなんかね、ナイキさんの説明によると、やっぱりボールのね飛行をね、うまくコントロールしやすいようなデザインになってるらしいんですよこれ、ね、なんでキックが得意なのは、まあキック好きな僕にとっては、まあかなりいい相棒になるんじゃないかなと思ってすごい期待してます、ね、でやっぱりナイキなんでやっぱ使うっていうと、やっぱデザイン性ね、やっぱりなんかかっこいいよね基本的には。うん、なんかどのね、あのねトレシュースパイクナイキさんのやつはね、なんかやっぱデザインがいいですね。まああとは、まあ、足に合わないっていう子もいっぱいいると思うんだけど、まあ割かし僕はナイキさんの中でも足に合う、まあどれも足に合うんだけど、まあその中で最近思ったのが、本当にちょっとだけ幅広くて、まあ、疲れにくい、まあソールがしっかりしてると、高いとね吸収するとやっぱ疲れづらい、まあ僕も指導者やってて、やっぱり長時間立つこととかやっぱいっぱいあるんだけど、まあその中で疲れづらいに疲れにくいっていうね、トレシューっていうのをまあ選んでます。本当にやっぱナイキさんのデザインかっこいいんですよ。やっぱ見ててね、なんか履きたくなるような、ね、デザインだから、まあそういう気持ち、まあ、テンション上げるのもすごい大事かなと思ったりしますね。で、あとこのトレシューで、あのね一つだけもうあって、僕もねやっぱさっき言ったけど、やっぱりあのね長時間立つって言って、やっぱりこのインソール普通のやつだとやっぱりもうできないんですよ、ね、で今ね僕のスクールとかねサポートしてもらってる、インソールの会社があってね、アシストプラスさんっていうとあるんですけど、まあ、このオーダーインソール、オーダーメイド、お完全オーダーメイド、これもう僕の足型に合った、インソール、ね、これを、入れる、まあ、ことによって、本当にね僕昔ね足の裏かかとねめちゃくちゃ痛いっていうね、本当に苦労したんだよね、指導してる時でも。もう立っててもさ、もう足痛いし、朝起きてもかかとつけないぐらい痛さで激痛走ってたんだけど、まあこのインソールとね、自分のオーダーメイドのインソール使ったりとかすると、やっぱりそれがどんどん軽減されて、すごい良かったので、まあ興味ある人はこのアシストプラスさんのホームページもね、後に載せるので、ね、そういうのを見てください、ね、だけど足の裏っていうのはめちゃくちゃ大事だからね、みんないい、ね、僕もプロの時は本当インソールは毛嫌いしてたんだけど、このインソールあるだけでもやっぱだいぶ違ったんで、ね、まあ興味ある人は見てください、はい、まあすごいんですよやっぱトレシューはね、やっぱかっこいいよねナイキのやつは。ピンク、ピンクって柄じゃないんだけど、なんかピンクっていうのに今回は惹かれたよねすごい、うん、逆に僕ってどんな感じだと、もうどんな感じだろうね、タイプ的には、色的にはどんな感じですかね。はい、いやまあ緑使ってるんでそうだね、緑だったからね、そうだね、やっぱ緑だよね緑、うん、そう
まあちょっとこれで、このね、ファントムリアクトをちょっと使ってボールコントロールだったりちょっとキックだったりねっていうのも、ちょっとやっていきたいと思います。なんかいつものファントムよりあのベノムより使ってるよりもやっぱちょっとなんかちょっとだけ狭いかなって感じする、あの幅が。けどそんな気にならないし、あのやっぱり裏のこれかな、このイボイボっていうのかな、みんななんかこのイボイボがさ結構しっかりしてるから止まったりするのすごいね。なんかあのアジリティがすごい上がりそう、これすぐなんか止まる、スパイクみたいになんかグリップがすごいね、これ。うん、めちゃくちゃいい。タッチもやっぱり本当に、まあベノムの時もそうなんだけど幅広くてちょっと微妙に、やっぱそんな厚くないから、あの自分で素足でボール蹴ってるような感覚っていうのも、すごいいいかな。すごいね。やっぱグリップだね、このこれすごいね、イボのやつ、ここ。このおかげでなんかだいぶ踏み込めるし、うん、でみんなこれ帽子球使わないと本当にもっともっと何て速い動きができるかなっていう、かなりいいねこれ。ちょっと違うんだよねベノムとは。うん、ちょっとキックの方もやってみようかな、軽く。歩いてる感じ本当ストレスフリー、すごい軽いね。まあ、そのオーダーメイドのインソール入れるとやっぱいいんだけど、さらにそのこのクッションが結構柔らかいんだよね。なんていうの、何これ、なんかアディダスさんだ、まあ違うんだけどアディダスさんではなんかその柔らかいスポンジ使ったりとか、なんかイージーフォームってやつなんだけど、これナイキさんもなんかそういう似たようなちょっと作ってて、これ使ってるとやっぱクッションがすごいいいから履き心地最高。なんかあのシモンズのベッドに寝てるような感じ。寝たことないんだけど言ってみましたで、蹴りの方は、あ、やっぱなんかそのカーブかけやすいようにちょっと微妙にあれなんだけど、なんかこうやってデコボコはちょっとできてるから、やっぱそのデコボコを使って回転かけたりっていうのがやりやすいかも。すごい、これちょっと特徴かな。すげえやばいな。おお、いろんな球種も蹴れる、低いのも高いのも。おお、伸びるキックもいいね、最高。なんかやっぱ下足元さ、なんかやっぱトレシューなりスパイクなり自分に合ったものってすごい選手としてはすごい嬉しいから、なんか結構その何でもいい子とかいるんだよね、ナースプロでも何でもいいスパイクとかでもやっちゃう人もいるんだけど、まあなんか少しこだわってなんかそういうのも選んだりの方がやっぱいいし、まあなかなかスポーツショップ行ってさ、僕も小さい頃、まあ当時は蹴れなかったから、なんとなくデザインだったりちょっと履いた感じで、買うもの決めてたりとかしてたんだけど、うん、で今なんかちょっと蹴ったりもできるし、まあちょっとそのフィーリングね、やっぱりさ大事だと思うんだよ。足元でさっきも言ったようにストレスフリーな状態でなるべくプレーすることってすごい大事だと思うから、まあねこのねスパイクトレッシュ選びっていうのはまあ僕はね結構重要だと思うからね、みんなもねそのこだわったスパイク、こだわったトレッシュ選びっていうのを、まあやってみてね。いい、最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、また高評価の方よろしくお願いします。